まあ、買っていただける前提でお呼びしたんですけど、そうです、エピソードですね。エピソード、はい、そこだけ反応するんですよ。絶対売れてね、絶対売れて。はい、どうも、こんにちは、海外でございます。はい、こんにちは、ガレージマリン、上塚です。何回聞いてもいいですね。ありがとうございます。で、今日はいろいろ上塚さんからお話があるということで、はい、そうですね、またもう一台ですね、車を買っていただこうと思いまして、今日は来ていただきました。何台、これ多分3台、2台目ですかね。3台目、あ、そうですね、3台目ですね。3台目、はい。で、180を買う予定だったんですけど、なんか間になんかサンドイッチされて、はい、なんか86来ちゃったっていう、そうですね、感じで。これはどうしたらいいんですか、買えばいいんですかね。まあ、来てもらったので、まあ、買っていただける前提でお呼びしたんですけど、買います。まだ何も説明してないんですけどね。そうなんですよ、はい、なんかもう D の意思を継がないといけないな。そうですね、はい、もう継ぐしかないので継ぎます。はい、まあ、これはね、ちょっとオーナーさんがかなり思い入れをあってね、作っていただいてた車なので。そうですね、はい、はい、その思い入れを僕が受け止めまして、はい、この状態をなんかね、ちょっと維持してあげたいなっていう、はい、感じで、ええ、コンセプト壊さずに、まあ、いじるとこはもうほとんどないと思うんでね、はい、そうですね、もうほぼフルカスタムですね。フルカスタムですね、はい、まあ、いじるところが唯一あるとすれば、僕のチンコと上塚さんのチンコカスタムぐらいっていうところで、ぜひお願いします。はい、真珠、はい、フルエアロみたいな。そうですね、フルカスタムでお願いします。はい、フルカスタムで、はい、で、これなんかとにかくすごいんですよね、この車。そうですね、もう、カスタム総額が普通に86、2台分、3台分、86、そうですね、2台は買えますね。86、2台分なのに、はい、じゃあガスタムなので3台分ですよね。そうです、3台分近いですね。いやー、すごいね。はい、なんでこんないじくったんだろうね。好きなんですよね、86が好きだったと思うんで。86が好きなのよ。はい、あんま好きじゃないかもしれないよ、僕は。なんてこと言うんですか。いや、そんなことないですけど。ただ、まあ、今回、そうですね、はい、オーナーさん、これもう本当急遽ちょっと降りなきゃいけなくなっちゃったので。そうなんですよ、なんか、はい、いろいろエピソードがあるんですけど、はい、おそらくそうです、エピソードですね。エピソード、はい、なんでそこだけ反応するんですか。お店の名前じゃないですよ。お店の名前じゃない、錦のキャバクラじゃないですか。あれ。はい、いや、もういろいろ思い入れがあって、はい、僕もその買い上げてですね、この車を、はい、保管しといてあげようかなと思って、はい、そう言っていただけるのを期待してました。で、乗らずに、はい、保管して、はい、その子が買い戻したくなった時には、そうですね、そう、同じ値段でね、はい、いいよっていうことを、そうですね、言おうかなってカッコつけたんですけど、意外となんかそんな感じじゃないのかちょっと分かんないんですけど、はい、そうですね、オーナーさん結構さっぱりしてて。そうなんですよね、まあ、また作るかもしれない感じなので、うん、まあ女の子ですからね。そうですね、うん、なんでもう、めちゃめちゃ内装とかは綺麗に乗ってるんで、はいはいはい、はい、まあ、でもすごいんですよ、カスタムの内容が、まあ、エアシャスついてて、はい、まあ、そうですね、もうまず外装がそのクールさんのフルエアロキットですね。クールさんのフルエアロキットです。はい。上塚さん知ってます、クールっていうエアロキットメーカーですか。はい、超有名じゃないですか。知ってます。はい、これクールのエアロがついてるんですよ。クールのエアロがついてます。もう振りすぎですって。はい、もうちょっと今日ね、メンタルやられてるんでね、はい、さっき上塚さんに刀を借りて手首切ってここで、はい、俺行っちゃおうぜみたいになったんですけどね。そうなんですよ、はい、必死でまだ全額もらってないからって言って必死で止めたんですけど。、はい、お金だけ払ってから死んでみたいな。もうめちゃくちゃじゃないですか。はい、で、そうですね。もうでも、もういじり方半端ないですね。すごいかっこよく、はい、いってて、もうドアとかもガルウィングになってるんですよね。そうです、ガルウィングです。ガルウィングなんですよ。はい、あとはもう至る所がいじくり倒されててですね。そうですね、もう改造費すごいので、まあ、その紹介はどうですかね、取りますか。それかうちの YouTube で全部紹介してます。はいはい、あ、本当ですか。はい、じゃあ、はい、そこを見てください。そうですね、そこにいろんなエピソードが載ってるんで。もうちょっとね、はい、メンタルやられて動画撮る気力がないんですよ今。俺が一番に切れさせたのが、はい、今日もうイライラしてたんですよ。はい、もうムカつくなと思って、はい、で、内装業者も変なこと言ってた、はい、あーってなった時にエンジンのチェックランプついたんですよ、ゲロゲロ号の。マジですか。
あ、止まってアイドリングしてたらギロギロ号のチェックランプついて、そこでもう一気にもう、はい、テッ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 まだランボも乗らせてもらってないんで。ランボですね。はい。ずっと乗ってないですね。乗ってないですか。乗ってないですよ。そうなんですか。あんなもういじるとかも何もないですからね。ないですね、はい、あのままが一番いいんで。そうですね。女の子以外乗せるときは僕乗せてほしいなと思ってるぐらいで。あ、そうですね。上塚さんもなびいちゃうんで。そうですね。もうここなびかせて乗りますんで。ということで今日は、はい、86さんを ねお買い上げということになっております、はい、でこの辺も一応なんか補修正みたいなのがあるみたいなんで、はい、なんかガルウィング あの調子悪かったりとかするんで。そうですね、まあ、別に直さなくてもいいんですけどね、まあ、気が向いたらっていう感じでじゃあ多分あの仕事めちゃくちゃ今あるんで。あのそうですね、あの社長のおかげで仕事の電話がですね、はい、毎日鬼のように。僕のおかげじゃないと思いますけどね、はい、上塚さんのチャンネルちゃんと宣伝されてるんで僕だけではなくて問い合わせはめちゃくちゃ多いです。本当ですか。はい、いやーこれはいいことですね。ありがたいですけど、そうですね、もう今順番待ちですね。最後尾こちらですっていうぐらいになってきたんであのアトラクションみたいになってきましたね。ディズニーランド、はい、ディズニーランドみたいな。あ、そうですね。もうでこれ以上いろいろね上塚さん頼み込んじゃうと、はい、そのもうね、株価になっちゃうんでね。いやでもあれですね、1日は24時間あるってことに気づいたんで。本当ですか。はい、でもあれですよ、あの36時間とかにして、はい、勝手に上塚カレンダー作ってですね、はい、なんかあそっか365日っていう概念をなくせばいいんですね。そう、なくせばいいですよ。あ、はい、そうします。そうしましょうということで、こちらもまたね、はい、いろいろ動画、はい、上げていけたらいいなと思っております。はい、また名編とかそうですね。ありますんでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。ということで今日はここまでです。はい。ということでガレージマリンさんの動画でこのエピソードがいろいろ載ってるらしいので。はい。エピソードです。はい。あの今指名者いないんで。よろしくお願いします。はい。ではまたね。しまらんな。